アトリエシリーズ不思議シリーズ、ソフィーのアトリエ不思議な本の錬金術師。ソフィーのアトリエ不思議な本の錬金術師は、公営テクモゲームスより2015年11月19日に発売された日本のゲームソフト。プレイステーション3プレイステーション4プレイステーション、ビータの3機種同時発売で、クロスセーブにも対応している。北米では、アトリエ、ソフィーザ・アルケミスト・オブ・ザ・ミステリアス。 ブックというタイトルで2016年6月7日に発売された。2021年4月22日には新規要素を加えたソフト、ソフィーのアトリエ不思議な本の錬金術師デラックス、および他の不思議シリーズの新規版をセットにしたソフト、アトリエ不思議の錬金術師、トリロジーデラックスがプレイステーション4、ニンテンドースウィッチ、マイクロソフトウィンドウズ向けに発売された。 錬金術によるアイテム作成を主題としたアトリエシリーズの17作目。アトリエシリーズは数作ごとに舞台が変わるが、ソフィーのアトリエは、黄昏シリーズに変わる不思議シリーズの第1作となり、ゲームシステムも一新されている。本作では、プラフタの失われた記憶を錬金術で再生させることが目的となっており、ゲームジャンルは錬金術再生 RPG とされている。 キャラクターデザインは新たに起用された、農コと有限の二人が行う。もともとキルヘンベルに住んでいたキャラクターは、農コが担当し、外来のキャラクターは有限が担当する。PS4 版は、シリーズ初のドーハード向けタイトルであり、外伝、リメイク作品を除けば、国内リリースが、公営テクモゲームス名義で行われる初の、アトリエシリーズ作品となる。週刊ファミ通のクロスレビューでは、 ゴールド殿堂入りした。2016年11月には続編となる不思議シリーズ第2作のフィリスのアトリエ不思議な旅の錬金術師が発売された。キルヘンベルという小さな町にソフィーという少女が住んでいた。彼女は今は亡き祖母から教わった錬金術を志していたが、独学では限界があり失敗続きだった。ある時ソフィーは 不思議な喋る本を発見する。プラフタと名乗るその本は失われた錬金術を記した本だった。プラフタは記憶を失っており、失われた錬金術のレシピを書き込むことで人間に戻ることができるという。ソフィーは失われた錬金術を再生させ、プラフタを人間に戻すことを決心する。本作は昼夜や天候の概念があり、 時間帯や天候によっては採取できるアイテムが変化することがある。前作同様、期間制限の概念はなく、年数の経過で自動的にエンディングになることはない。曜日は双葉、つぼみ、開花、果実、種子のご曜日があり、果実、種子の日は非祝日に当たる。主人公の数は、アーシャのアトリエ以来の一人になっており、複数人から選択は不可能。 戦闘においてはこれまでは3人までしか同時に参加ができなかったが今回は4人まで参加可能となった。バトルの仕様も今作のみ全員が行動を選択してから順番に行動するようになっている。またサポートアタックとサポートガードはコマンド実行前に L1 ボタン R1 ボタンで攻撃スタンスか防御スタンスのどちらかを選ぶことで 自動で発動するようになった。ストーリーが進み、イベントが発生すると、以降は敵を攻撃した時に溜まるチェーンのゲージが150%を超えていると自動で強力な攻撃、防御儀が発動するほか、ゲージが最高の300%になっていると、さらに強力なスペシャルアタックスペシャルガードが発動するようになり、リードを取るキャラのカットインが表示される演出も入る。 攻撃スキル以外のスキルは会話イベントを進めることで、それぞれが習得可能。アイテムは、これまでの作品では、主人公のみ、使用可能であったが、今作は、主人公以外の、全キャラもアイテムを、使用可能になった。個数も、前作までと違い5つまでと決まっている。また、前作、前々作とは違い使い切ると、アトリエに帰っても、回数補充は行われず、 付け替えるしかないが、コルネリアのイベントを進めると、彼女の錬金術により自動補充が可能となる。材料アイテムをいくつか組み合わせることで、アイテムを作り出すことができる。本作では、錬金用に材料を入れるときに、パズルのような画面になる。マス目で仕切られた錬金用パネルに、ブロックのように材料を入れる。マス目を埋めれば埋めるほど品質が上がる。窯にはいくつか種類があり。 調合することで選べる釜が増えるほか、光が配置されているマスを埋めた時のポイントも異なり、釜自体を連金して強化することも可能。さらに、中には、ラスボスを倒して、初めて調合可能になる釜も存在する。ちなみにマスをすべて埋めるとソフィーのセリフ、挙動が普段とは違ったものになる。ゲームが進行するとプラフタが人形の体を持つようになる。プラフタの体に、 錬金術の材料を組み込むことで、プラフタをカスタマイズできる。能力値だけでなく見た目も変化する。これまでのアトリエシリーズでは、主人公が自作で成長した様子が描かれてはいる。ものの、それにつながる後日談は作られていなかった。しかし本作では、2016年9月16日、無料の DLC として、後日談エピソードが配信された。本編終了後は、 消息不明になる、メクレット、アトミナとの再会や、旅立つ経緯などが描かれる。ソフィーのアトリエ不思議な本の錬金術師デラックスに関するカテゴリー。ありがとうございます。